今日の舞台となるのはエスタディオ・ド・ドラゴンです。試合開始を前にスタジアム全体がサポーターの熱気に包まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。リーガポルトガルのこの試合、これは歴史に残る試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。ホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームのラインナップです。福西さん、5-2-3 のフォーメーションでしょうか。はい、守備的な形ですね。攻撃の厚みが減ってしまうので、前線の選手個々の能力でカバーするか、カウンターを戦術の中心に考えているんじゃないでしょうか。マテウス・ウリベ、オタビオ、インターセプトしました。チャンスになりそうだ。タックルで奪いましたが、ボールはゴールラインを割ってコーナーキックです。さあボールを蹴った、このシュートを弾いた。さあリードできるか。来た、先制ゴール。早くもスコアが動きました。見事なゴールが決まりました。鮮やかでしたね。技術の高さがうかがえますね。ビューティフルゴールです。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。マテウス・ウリベ、ウィルソン・マナファ、ファビオ・カルドーゾ、リードしている余裕でしょうか。焦らずに素早くパスを回しています。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。ペペ、ウィルソン・マナファ、ポルトがフリーキックを獲得しました。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。クロスボールをクリアします。危機を逃れました。中央へのクロスです。ゴール、ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。リプレイを見てみましょう。質の高いクロスでしたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。いいタックルだ。ボールをキープしました。今のところポゼッションはポルトが上回っています。思い通りの形を作れていることが現在のリードにつながっていますね。この流れを維持していくことが大事です。
マークを振り切った。しかしもう一人ディフェンダーがいました。タッチを割ります。ポルトのスローインです。ボールを前に運んでいく。中へ切り込んできた。キーパーがいいセーブを見せました。ボールが中央へ向かう。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。 PK だ。ポルトに絶好の場面が訪れました。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。見事に PK を決めています。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。アディショナルタイムが提示されました。1分です。ホイッスルが鳴って前半終了です。残りは45分。ポルトのキックオフで始まります。相手を抜きました。ファーにボールを入れた。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。主審は一旦アドバンテージを見ていたようですが、ここでファールを取りました。入った。ゴール。浮いたボールを体をひねりながらシュートしてきました。なんというテクニックでしょう。映像が来ました。クロスの上がった先には味方がいます。最後はボレーでしたね。取り返したボールがちょうどいいところに飛んできました。それにしても豪快なシュートです。ボールは現在 FC ポルト。抜群の存在感、ペペ。ガレノ。ボックス内にクロスが通ります。決まった。ゴール。ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。映像が来ました。このクロスはタイミング、精度ともに完璧でしたね。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。ボールがこぼれた。FC ポルトがボールを取りました。試合終了まであと20分です。ポルトがサイドを広く使います。中の選手にクロスを入れた。このクロスは相手の選手が処理しました。おっと、いい位置でボールを取り返しました。チャンスになりそうです。
ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。後半の45分も終盤を迎えました。ホームチームは相手を大きくリードし、思うように試合を進めています。思い通りの試合運びでこれだけの大量リードを築きました。積極的にチャンスを作ってきたことが結果に表れています。あとはもう勝利を待つだけといったところでしょう。これはキーパーがセーブしました。ボールを持って上がります。中央にクロスが入る。試合を止めていた分、アディショナルタイム、試合終了。このリーグ戦はホームチームの勝利です。終わってみればチームの圧勝という内容です。